約束しような、ナクサ。私たちはまたどこかで会うの。ここはどこですか？階段と、ここは捨てられた人たちの島です。この島を出るにはなくしたものを見つけなければいけません。あまりに現実味のない言葉だった。でもここが僕の居場所なんだと素直に思えた。階段島、人口はおよそ2000人。僕たちはある日突然この島にやってきた。ここでの生活はごく普通で、寮で暮らし、それぞれの部屋が用意され、おい、いってらっしゃい。食事を作ってくれる管理人までいる。島に一つだけある郵便局が人々をつないでいる。ただどうしてこの島にやってきたのか知る人はいない。みんなその時の記憶を失っている。いいよ、ヒーロー新作ゲームやっとだぜ。まだ届いてなかったんだ。2週間もかかったんだぜ。しかし夏にこの階段はきついな。さあ行くぞ、メロッパ。おら、だらだらすんな。よっ、はい、よっ、委員長。それ、止めてください。昨日音楽会の準備サボったでしょ。やってた、やってた。あ、ねえ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 、見て見て見て、レベルアップした。おはようございます。先生、小暮君がいません。心配ありませんよ。彼はもうここには来ません。ああ、借りてたゲーム返しそびれたな。それではホームルームを始めたいと思います。音楽祭も残すところあと4日となりました。階段島ではしばしば奇妙なことが起こる。みんなこの島を受け入れているのか、それとも受け入れざるを得ないのか。少なくとも無理に島を出ようとする人には会ったことがない。こんにちは。こんにちは。あ、ナナ君。はい。ちょうどよく。どうも。探し物が見つかりましたか？
僕はこの島についてある仮説を持っている。誰にも話したことはない。この島の秘密なんてものを解き明かしたいとは思わない。この物語はどうしようもなく彼女に出会った時から始まる。おはようございます。今日から皆さんに新しい仲間ができます。真鍋優さんです。やっぱり納得できません。急に転校ということになれば不満に思って当然です。そんな問題ではありません。ただ納得できないんです。納得してこの島に来る人はいません。あなたはこれから時間をかけてここでの生活で少しずつ納得を見つけていくのです。階段塔って何ですか？その答えは誰も知りませんよ。魔女の他には誰も。魔女？ええ、この島は魔女に管理されています。言ってる意味が飲み込めません。突然この島に連れてこられて、それは魔女の仕業で、それに納得してこの島で過ごせってことですか？なら魔女の名前を王様か政治家にすれば納得できますか？いえ、納得できません。ここに通いながら島から出る方法を探せばいいじゃないか。僕は久しぶりに君と一緒に授業を受けたいよ。なら私と一緒にこの島を出るって約束してくれる？真鍋優と言います。よろしくお願いします。僕は真鍋優がこの島に来たことが許せなかった。それでは出席を取ります。はい。これから島を出ることを話題にするのは避けた方がいい。どうして？ここの人たちは階段塔を受け入れてる。諦めて。でも目標を口に出すのは間違ったことじゃないと思う。あらゆる言葉は誰かを傷つける可能性を持ってる。どんな時にも間違いのない言葉なんてないよ。七草くんが教室で食べてるなんて珍しいですね。一緒にいいですか？どうぞ。水谷さん、後で真鍋に校内を案内してもらえないかな？構いませんよ。ありがとう。学校のことは水谷さんに聞くのが一番。よろしく。あと案内が終わったら早速真鍋さんにも音楽祭の手伝いに参加してもらいたいのですが。約束はできない。私は島を出るつもりだから。真鍋、できる限りのことはしたいと思ってる。でも無責任の約束はできない。それで構いませんから。俺はいいと思うぜ。
島から出るの。じゃあ協力してくれる？おお、任せとけ。な、俺笹岡。よろしく。よろしく。名前は？堀。よろしく。ところでお二人どういうご関係？小学校と中学校が一緒だったんだ。マナブに賛同する人がいると思わなかった。だってここだと新作ゲームが発売日に手に入らないんだぜ。ダウンロードもできねえし。数日ぐらい待ってよ。分かってねえな。発売翌日にはネタバレがブワーッと出るわけよ、ネットで。見なければいい。お前ね、それはスカートがめくれても覗かなきゃいいって言ってるのと同じだぜ。無理じゃん。どういうこと？いや、俺は覗かないよ、あくまで一般論としてね。助け呼べるよね、ネットに繋がるなら。これって誘拐だもん。メールが使えるなら警察に通報しよう。メールは送れません。すべてエラーになります。あと掲示板なんかへの書き込みもできません。基本的にこの島のインターネットは情報を受け取るだけです。納得いかない。何が気に入らないの？不自由がぼやっとしてる。生活には困らないし、島は綺麗だし、コロッケも美味しい。いいことじゃないか。でも私たちの意思は踏みにじられてる。強制的に閉じ込められて、ここでの生活強いられてる。私たちじゃない、君だ。七草はこの環境に不満がないの？みんなこの島に甘えて進むことをやめている。幸福からは遠い場所にあるのかもしれない。でも同時に不幸からも遠い場所にある。もしかしたら僕らは魔女に守られているのかも。少なくとも何かに傷つくことはもうない。それはどうかな。真鍋優、彼女はどんな特徴を持ってんだろうね。まっすぐなんだよ。まっすぐ、純粋な直線みたいにね。一つの方向にまっすぐ。よくわからないな。言い換えれば理想主義者なんだよ。なるほど。そりゃすぐに捨てられそうだ。ゲンが、会話ないんですか？院長、知り合い？その中等部の豊川さんです。寮が同じで、私が音楽祭に出るように勧めました。なんかするの？メインプログラムで演奏する予定です。じゃあ俺が見つけてきてやるよ。いや、この島に弦なんて売ってません。任せとけって。そうそう、こういうのだよ。
捨てられた人たちってどういうこと？そのまんまじゃないかな。恋人に捨てられるとか、会社に捨てられるとか。私たちは誰に捨てられたの？知らないよ。知らない人に捨てられるなんてありえる？それに限らずこの島はありえないことが多いから。係まで。探し物が見つかりましたか？いえ、彼女の案内です。実は野中さんに聞きたいことがあるんです。魔女のことで。魔女は知ってるんですか？あ、いや、知ってるとまでは言えませんが。私はこの島を出たいと思ってます。お願いです。魔女のことを教えてください。魔女はかわいそうな人ですよ。かわいそう？どうしてですか？この島を管理しなければならないからです。私なら耐えられない。あなた、お名前は？真鍋優です。この島を出たければ真鍋さんがなくしたものを見つけることです。他に方法はありません。なくしたもの？3ヶ月分の記憶かな。もし君が何をなくしたのか分かったらここに来ればいい。でも多くの場合、遺失物係には鍵がかかる。開けてください！誰かいませんか？すいません、誰か！おーい、ナーナくん。真鍋優だから。真奈ちゃん、いくつか聞いてもいいですか？まずはこちらをどうぞ。いただきます。ありがとうございます。おいしい。そりゃよかった。もう会った時から眉間がギューッと。そんな顔してたよ。まあ僕はもう慣れてるけど。かわいい顔してんだからさ、もったいないよ。マナ君、君が笑顔にしてあげないと。僕にそこまでする義務はありませんから。ああ、そういうこと女子の前で言っちゃいかんよね。え、手紙を使って助けを求めることはできますか？ちょっとは雑談、付き合ってくんないの？ほらまた。真鍋はこうなったら動きませんよ。手紙を島の外に送ることはできない。定期便があるんですよね。それに乗っていくことはできないね。じゃあ泳いで渡ることは？やってみれば。泳げたっけ？詳しくは本人に聞いてください。本人？うん、魔女。会えるんですか？手紙なら届けるよ。どこにですか？学校の裏には山へと続く階段があるの。その階段は魔女の館へと続く階段。あとは登った先の郵便受けに手紙を放り込むだけ。登るつもり？うん。この階段、噂では誰にも登りきれないって言われてるんだ。きっと時藤さんはからかったんだよ。じゃあそれを確かめる。
仮に登れたとしてどうするんだ。とりあえず魔女に会って話をする。何を。簡単に人を捨てていけるような場所なんてあっていいはずない。真鍋、もう日が暮れる。なんだか不思議。何が。気がついたら知らない島にいて、いつの間にか3ヶ月も時間が進んでて、七草がいて。僕もだよ。君がこの島にいるなんて。でも違和感がないの。つまりなんていうか自然なの。もっといろいろ混乱しそうなのに。2年前七草にさよならを言った時、また君とこういう風に歩くなんて想像もつかなかった。そうだね。真鍋優に初めて出会ったのは小学4年生の頃。ある日、学校の前に子犬が血を流して倒れていた。かわいそうと無責任に誰かがつぶやいた。僕も同じ気持ちだった。でも真鍋優は子犬に駆け寄り、躊躇なく抱き上げた。白い服が血に染まり、誰かが汚いとつぶやいた。彼女は言った。大丈夫、大丈夫、絶対に。そしてまっすぐ前だけを見て走り出した。僕には彼女が美しく見えた。今何時ですか。急いでも無駄な時間。ちょいちょい大きくなれよ。手紙を書いてました。手紙ですか。はい。遅刻をしてまで。はい。今朝階段に落書きをされていたことは知っていますか。学校の裏手にある階段で見つかった星と拳銃の落書き。魔女はこの島に過去ばかりを閉じ込めた。未来はどこにある。失礼しました。いや、君も。授業に出てない僕が疑われるのは仕方ない。失礼します。魔女と会って話をする。うん、この島と外を結んでもらう。考えてみたんだけど、結局階段塔が隔離されてるからいけないんだよ。元いたところと行き来が自由なら
私はここに何の不満もないもん。それ最高。話がだいぶ飛躍してると思うのです。委員長、これできたらすげえぜ。豊川さんのゲームも俺の新作ゲーム発売日にやりたい問題も一気に解決じゃん。そもそもこの島を出るためには自分がなくしたものを見つけなければならないということになっています。前提からおかしなルールを気にしてても仕方がないよ。おかしい。まだいたの？お前を待ってたんだよ。呼ぶべ。どうだった？どうって？疑われた。まあそれなりに。じゃあ真犯人を見つけよう。真鍋さん、この島のルールがおかしいというのは。そもそもなくしたものを見つけるなんて可能なの？お母さん、どういうことですか？私がなくし物をしていたとして、それをなくしたのはどこだと思う？少なくともこの島ではありません。島から出るために島の外にあるものを探さないといけないの。それは一度整理してみましょう。真鍋って意外と頭いいね。答えづらい質問だね。お前はどっちの味方すんの？味方ってなんだよ。いいよな、女の子が言い争ってるとなんか青春って感じするじゃん。別に二人とも言い争ってるつもりはないと思うよ。いいや、俺の見たところ委員長は相手を言い負かしたがるタイプだな。真面目に考えなよ笹岡。いや考えてるよ。これからすっげえいいこと言うつもりだったんだぜ。前置きはいいからさっさと言ってください。つまりさ、俺たちがなくしたものはこの島でも取り戻せるものなんだよ。どういうものですか？例えば愛だな。なんだよ、愛だよな。ともかくなくしたものは遺失物係が管理してるはずです。ならばそれは物体で私たちと一緒にこの島に運ばれてると考えるのが自然です。なるほど、そうか。遺失物係をどうにかする方法があるね。あそこには鍵がかかっています。この島にもチェーンソーぐらいあるでしょ。犯罪ですよ。ああ、何ですかもういきなり。落書きの犯人を探すんだよ。落書きのメッセージ覚えてるだろう。あのあれ、ほら、魔女は過去ばかりをこの島に閉じ込めた。未来はどこにある？そう、この意味シンプルに絶対魔女のこと知ってんだよ。で、犯人を見つけたら次のイベントが始まる。完璧。七草くんはどう思いますか？できることからやっていくしかないんじゃないかな。法律に触れない範囲で。そうですね。では手分けして落書き犯の情報収集をするというのはどうでしょう？しゃあ、俺についてこい。手分けするって言ったでしょ。僕は堀と行くところがあるから後で合流するよ。うっしゃあ。手がかりになりそうなこと探してるんだけど、何でもいいんだけど。ない？いや、わかんないな。噂とかは？まさか知ってる？ねえ、知らない？無理やり付き合わせてごめん。犯人探しには興味なくてね。手紙読んだよ。君の言う通りだよ。真鍋は危険だ。厄介なことに巻き込まれるし、真鍋自身がとても危ういと僕は思ってる。理想しか見えなくて、そのためならどんなことだってする。そのためにそばにいるの、真鍋さんの。よっ。女子寮の前で何してんの？男はつらいよ。え？いやさ、全然情報なくて、委員長が欠席した人にも話聞こうって。そしたら豊川ちゃんが休んでたってわけ。真鍋も一緒なの？うん。どうしたの？真鍋さんがその豊川さんを傷つけるようなことでも言った？
川さん突然泣き出してしまった。大丈夫ですか？どうして豊川さんを泣かせたんだ？私が泣かせたわけじゃないよ。じゃあどうして彼女は泣いたんだ？悲しかったからでしょ。真鍋、私は行かないといけない。行くってどこに？魔女のところに。豊川さんの手紙を拾ったの。彼女が出るコンクールの招待状だった。音楽祭のこと？違う、豊川さんがお母さんに宛てた招待状だから。元いた場所のコンクールは今から3日後。島を出たいか聞いたら彼女は泣いたの。隣にいればいいならそうするよ。話を聞けばいいならそうする。でも悲しくて泣くのは当たり前なんだから、無理やり涙を止めても仕方がないの。根本的な問題を解決しないと。島を出るかどうかそれは本人が決めることだ。もちろんそうだよ。でも階段島はそれを決める機会さえ奪ってる。道がつながっていてそれでも豊川さんがそっちに向かわないならいいんだよ。それは仕方ない。でも仕方ないってこの島のせいにしてただ被災を抱えてるのは幸せなわけがない。幸せなわけがない。でも人は幸せを求める権利を持ってるのと同じように不幸を受け入れる権利だって持ってるんだよ。でも豊川さんは泣いたんだよ。魔女に会わなきゃいけない。このまま真鍋優が跡形もなくいなくなってしまえば、2年前のあの日みたいに遠くに引っ越すことになった。今笑った？笑ったよね。私は君と一緒にいられてよかったよ。でももしかして七草はずっと迷惑だったの？そういうつもりじゃ。ならどうして笑ったの？ごめんね。約束しよう、七草さん。私たちはまたどこかで会うの。そしたらその時は君が笑った理由を教えて。うなずけばよかったのだと思う。あるいは適当な嘘をでっち上げて笑った理由を説明してもよかった。でもなぜだか僕にはそうすることができなかった。僕はまだ僕が笑った理由を知らない。再び落書きが見つかった。君たちは鏡の中にいる。君たちは何だ？
落書きって何だってさ。ああ、そうみたいだな。ずっと何なんじゃないのかと思ったんだよな。君たちは鏡の中に君たちはいないんだ。はい。君たちって何？どうして君が疑われることになったんだ。授業に出ていなかったからじゃない？それだけか。あと少しかすれていたから書き足しておいた。どうして？ちょっとした遊び心だよ。随分つまらないことをする。昔習ってた。そうなんですね。失礼します。私は必ず魔女に会う。豊川さんも元いた場所に戻れるようにする。もちろん戻るかどうかはあなたが決めればいい。真鍋さんは強いですね。自分のことをそう思ったことはないよ。私この島に来た時ちょっとだけほっとしたんです。どうして？もう頑張らなくていいんだって。落書きのマークが気になってるんだ。何か心当たりがあるの？ピストルスター知ってるかな？僕の好きな星だよ。もしも何かのアンケートで好きな星を尋ねられればピストルスターと答える。そんなアンケート聞いたこともないな。君の好きな星は？そうだな、俺はネメシスが好きだな。知らないな。まだ見つかってないからね。君は誰かをかばってるんじゃないのか？水谷先輩。豊川さん、昨日は大丈夫でしたか？相談があるんです。実はあの弦、私が切ったんです。電話？うん。ついさっき真鍋さんって女の子から。ええ、あの、なんて？また夜にでも電話するって。あ、それと一応海に行くって伝えてほしいと。海？豊川ちゃん。
ありがとう。どうしてどこまで行けるかなって。本当だった。沖に漕いでたはずなのに、いつの間にか浜辺に着いてる。違う。それに島を出ようとすれば魔女が現れるんじゃないかって。違う。七草くんに迷惑をかけてると思わないんですか。え、真鍋さんといると七草くんが七草くんで亡くなってしまう。ごめんなさい。諦めな。そこをなんとか。無理。お願いします。時藤さん、ないもんはない。ここが最後の望みなんすよ。あのね、定期便をお急ぎ便なんてできないし、ましてやバイオリンの弦をポンと出すことなんてできません。魔女じゃあるまいし。魔女、ありがとうございます。魚でも取ろうとしたの。言ってくれれば僕も手伝ったのに。森さんと話した。そうなんだ。七草、人と人が出会って考えが変わることって当たり前のことじゃない。どうしたの急に。それが嫌なら山にでもこもって一人で生きていくしかないんだよ。でもそれが正しいとは思えない。わかるよ。でも君はちょっと極端なんだ。正しいことの正しさを信じすぎてる。よくわかんない。七草の話はたまにすごく難しい。いやじゃあ私やります。それでいいですか。だよ、何してんだよ。笹岡さんこそ何してるんですか。もうほんと院長はおせっかい野郎なんだから。登る気ですか。ああ、弦をゲットしてくる。ちょっと待ってください。俺の人生が平凡なわけがない。だから登れませんって。おっしゃー、待ってろラスボス。いつまでヒーロー気取りにいるんですか。笹岡さん無神経すぎます。人の話を聞かないし、大体あなたは親切だって思ってても豊川さんはそうは思っていない。なんかあんならはっきり言ってくんない。この島に弦なんてあるわけないし。あるかもしんねえだろ。ないかもしんねえけど。魔女だっているかもわからないのに、そんな無駄なことしてどうして。じゃあ心の底では全部無駄だと思って一緒にいたってわけね。いや、そういうわけでは。結局委員長ってさ、自分がいい人でいたいだけだろ。
落書き犯はナドって人だったの？違うよ。そっか。海に行ったのって6年生の時だっけ？5年生で。6年の夏は君足折ってたでしょ。海岸の近くにアイスクリーム屋さんがあったでしょ。すごく味が濃いやつ。人生で一番おいしいアイスだよ。そうだっけ？約束したんだよ、またこのアイス食べに来ようって。よく覚えてないな。約束は忘れちゃダメだよ。できるだけ気をつける。もし僕が忘れてたら、君が思い出させてくれればいい。じゃあ。2年前にした約束覚えてる？どうして笑ったか教えて。違うよ、真鍋。僕たちは何の約束もしなかった。じゃないの？え？そのはずだったんですけどね。
どうもお願いします。豊川さん、私はまだ諦めてないから。やめてください。私はもう諦めましたから。豊川さん、青春ですね。もうそれ口にしたら一気に年取るよ。いいじゃないですか、見守る楽しみは僕らの特権ですよ。真鍋さんはもう少し思いやりを持った方がいいと思います。どういうこと？まずは相手に合わせようとしてみてください。思いやりというのは相手の価値観で物事を考えることです。うん、分かった、考えてみる。でも人に合わせてばかりだと自分にできることが分からなくなるよ。ヒーローは遅れてやってくる。ペペーン。今回ばかりは見直しただろう、委員長。で、豊川さんはどこ？ケン、見つかったんですか？うん。え、何？どうしたの？豊川さんは辞退しました。その必要はないんだって。ほら、豊川さんの意思です。意味わかんねえよ、委員長。あの弦は豊川さんが自分で切ったんです。豊川さんから聞きました。ごめんなさい、言えなくて。じゃあみんな無意味だったのか。俺はどうしてつまらないんだよ。全校生徒に配るんだってさ。紙飛行機にでも使ってくれ。魔女もどこかでこの音楽祭を見てるのかな。ここからは階段がよく見える。そうだね、魔女は階段を使うのか、それとも魔法のほうきで館まで飛んでいくのか、君はどっちだと思う？何か見かけたの？逆だよ、誰も階段を使わない。人も魔女も郵便局員も。柏原第二高等学校音楽祭が始まります。皆さん体育館に集合してください。一人にしてくれよ。君が泣いてたから。泣いてねえよ。私には泣いてるように見えた。だから泣いてねえって。みんながみんな助けられたいわけじゃねえんだよ。やっぱり泣いてた。弦が切れた時どうして豊川さんが泣いてたのかな。演技だったんだろう、どうせ。違う、今はなし。豊川ちゃんは嘘つかなきゃいけないほど追い詰められてたんだよ。何やってんだろう俺。こんなもの見つかるべきじゃなかったんだ。うん、そうかもしれない。でもまだ何かできることがあるかもしれないよ。これ以上何かしたら傷つくだろう。もう傷ついてるよ。もっと傷つくって言ってるんだよ。それはいけないことなの？嘘は見破られた方が楽だよ。
放っておいたらずっと苦しいままだから。弦見つけた。でも渡すかどうかはまだ決めてない。一つ教えてほしい。どうして弾きたくないの？答えによっては俺は黙ってこっから去る。何ですかそれ。大事なコンクールがあったんです。大きな会場にたくさん人が見に来て、友達も家族も。演奏中に弦が切れたんです。音楽が消えて、代わりに会場中のざわざわが聞こえてきて、から人前で弾くのが怖くなって、お母さんが言ったんです。もうやめていいよって。見捨てられたような、一人ぼっちになったような気がして、やめない、大丈夫だって言い聞かせながらもう一度弾いてみた。けどまだやっぱり怖いんです。またあの時と同じように失敗したらどうしようと思うと怖くて、だから逃げたんです。君を傷つけたかったわけじゃないんだ。ごめん。何で謝るんですか。悪いのは全部私なのに。悪くない。
誰だって逃げ出したくなる時はあるよ。俺なんてずっと逃げてるよ。平凡な日常から、何でもない自分から。でもそのままじゃダメなんだよ。ああダメだよ。俺が言うんだから間違いない。俺はあの時、この音を追っかけたら何か始まるんじゃないかって、あの時聞いた音、繊細でかっこよかった。かっこよくない？すげえよかった。俺音楽のこととかわかんねえけど、なんて言うんだろう、この平凡な世界を変えてくれるような音だった。もう一度聞かせてほしい。もしこの弦で君が弾いてくれたら、俺も変われそうな気がする。俺がやめさせない。何それ。歩きなんて珍しいですね。ほんと暑いのに誰かさんの青春に付き合わされてね。僕の手紙は届けてくれましたか？もちろん。あの階段を登って何が聞きたいの？あなたが魔女ですか？まさか。そうですよね。すいません。どうして急に魔女探しなんか始めたの？別にただの気まぐれですよ。個人的には放っておいてあげてほしいけどね。やけに魔女の肩を持つんですね。七草よ、こんにちは。演奏始まるよ。うん。マナちゃん来てからナナ君変わったね。おいおいおい、すぐ戻る。おいおい、もうすぐだぞ。続きまして、中等部豊川さんによるバイオリン演奏です。中で聞かないの？苦手なの、人が多いところ。なら仕方がない。
嘘。七草くんに会いたくなかった。どうして？真鍋さんと話した。そのことと僕に会いたくないことがどうつながるの？勝手に七草くんの話をしたから。僕の話？僕は気にしてないよ。真鍋が迷惑をかけてないならそれでいい。七草くんはどうしていつも真鍋さんと一緒にいるの？真鍋に付き合うことに理由なんて何もないよ。ささやかな偶然で僕たちは出会って一度離れて再会した。ただそれだけだ。大丈夫、大丈夫、絶対に。ピストルスターは知ってるかな？ピストルスターは発見された時銀河で最も大きな星だった。でも地球から遠く離れてるから僕たちが目にする輝きはささやかだ。その光が僕を照らしてくれなくてもいいんだ。ただこの広い空のどこかに強く気高く輝いてる星が浮かんでるんだって信じていられればそれでいい。それだけで僕は幸せだ。僕は真鍋の隣にいたいわけじゃない。ただ彼女が彼女のままでいてくれればそれでいいんだ。バカみたいにまっすぐに強い光みたいに理想を追い続ける彼女が
この世界のどこかにいるのならそれだけでいい。僕はね、少しでも彼女が欠けるところを見たくないんだ。こちらこそありがとう。一緒にできてよかった。はい、ありがとう。水谷さん。え、水谷さんが言ったんだよ。まずは人に合わせてみてくださいって。それでピアノ？うん。なあ、結局ほらみんなハッピーになったしな。やっぱさすがだよ院長。魔女から委員長って見えないところで支えてくれてたもんな。そういうの考えずにあんなこと言ってごめん。え、まさか委員長泣いてんの？うるさい。関係者から立ち入り禁止です。関係者？関係者じゃないでございます。関係者でしょ。あ、真鍋さんはいいんです。俺は笠岡さん出てってください。お疲れだよ、お母ちゃん。早く出てってください。知りませんか？この島では時々人が消える。それだけのこと。そうか、平気。連絡先から聞いとけばよかった。ルーカーさん、なくしたもの見つけたのかな。私のなくしたものって何なのかな。今日はもう遅い。帰って寝よう。僕はそろそろ真鍋優にさよならを言おう。
礼します。七草くんが来たら聞いてみましょう。なことするわけないだろう。なあ真鍋。先生、あの落書きの犯人って七草くんですか？七草くんは体調が悪いようなので今日は帰ってもらいました。遺失物係まで。探し物が見つかりましたか？初めから答えは分かってました。なくし物は見つかった？ いえ、僕は何もなくしてません。ただ七草がなくしたものは知っています。この島の人々は現実世界で自分自身に捨てられた人たち。僕は七草に捨てられたんですよね。人が成長し大人になっていく段階でいらなくなった人格が集まった場所が階段と、僕らは僕ら自身によってくしゃくしゃに丸められてゴミ箱に放り込まれた。七草は自分自身の悲観的な人格を、嫌いな部分をこの島に捨てていった。それが僕なんでしょ。よくわかりましたね。どうして人格の一部分を切り取るようなことができるんですか？私は魔女ですよ。なら元に戻すこともできる？ええ、可能です。ではあなたは元の世界に戻りたいということですね？ いえ、僕はこの島に不満はありません。でもたった一つだけ決して許せないことがあります。僕の手紙は届きましたか？ええ、すみませんね、まだ返事をかけていなくて。いいんです、今答えを聞かせてもらえれば。
僕は島の秘密を落書きとして残しました。僕が落書きに込めたのは、あなたが島の人たちに知られたくない秘密です。未来は島の外にしかなくて、僕らはただの捨てられた人格で、なくし者は僕たち自身だということ。僕は次にもっと決定的な落書きをすることだってできます。あなたは島の人々が真実を知るようなことは望まないでしょう。そうですね、私はこの島の人々を守りたいのです。なら一つだけ僕のわがままを聞いてくれませんか。学べよ、真鍋優を元の世界に返してください。階段を上りなさい。救いであれそうでないものであれ、全ては階段で見つかります。どうしてここに？落書き書いたの君なの。うん。どうして？意味なんてないよ。嘘、一番嫌いでしょ、他人に迷惑がかかるようなこと。君が犯人なら理由がないはずない。ただの落書きだよ。僕が勝手にいたずらして見つかって叱られただけだ。違う、私七草のこと知ってるよ。秘密主義だし、平気で嘘つくし、意地悪だし、素直じゃない。わざわざ僕に喧嘩売りに来たの？それにとっても優しい。誰よりも七草は優しい。だから心配になる。そんなことないよ。人に優しくするのはとても疲れるんだ。僕はすぐに諦める。簡単に何でも諦められる。違うよ、七草だけが私を見捨てなかった。真っ暗闇で豆電球一つあれば救われるのに、私はそれを持ってないの。2年間何度もそんな気がしてた。その度に君を思い出してた。七草がいつも照らしてくれてたの。私は君に守られてたんだ。何をするのか教えて。君が一人で苦労してるの私は絶対許さない。階段を登ろう。
真鍋。僕たちはずっと正反対だった。僕は悲観主義者で、真鍋はどうしようもなく理想主義者だ。だから僕は真鍋を否定し、真鍋を傷つけてしまう。僕たちは本来一緒にいちゃいけないんだ。真鍋優は僕にとってのピストルスターでよかった。この世界のどこか群青色の空の彼方で輝いていてほしかった。それだけだった。本当に。七草、一緒にいちゃいけない人間なんているはずないよ。2年前、僕が笑った理由が分かった。君と離れられて安心したんだ。どうして？それが僕の理想だから。真鍋がいなければ僕はこの場所を受け入れられる。僕はここを楽園だって言い張ることだってできる。君は一人でこの島を出るんだ。約束しよう、七草。私たちは必ずまた出会うんだよ。約束しよう、真鍋。僕たちはいつまでも僕たちのままでいよう。いなくなれ、群青。大げさに言えばピストルスターを守りたかったんだよ。そのために僕は落書き犯と疑われたわけだ。
なかったな。君は俺とよく似ているね。どこが似てるの？まるで愛を避けて歩きたがってるみたいだ。ずいぶん悲観的なことを言うね。でも事実だろ。どうだろう。僕はそろそろ行くよ。君がこのまま後悔なく過ごせることを祈ってるよ。ありがとう。しね、花火とか。花火いいですね。どうしたんだよ急に。いいだろ別に何でも。あ、バーベキューでもいい。いいですね。気を使ってくれてるなら心配いらないよ。真鍋はこの島に来た時、3ヶ月分の記憶がないと言っていた。僕がこの島に来たのもちょうど3ヶ月前。そして真鍋がこの島に来た時に着ていた制服は僕の高校の制服と同じだった。おそらく僕たちはこの島で会う前にすでに現実世界で再会していたんだ。だから七草は僕を捨てた。悲観的な僕がまた彼女を傷つけてしまう前に。なのに。私と一緒にこの島を出るって約束してくれる？なぜ真鍋はこの島にやってきたのか。今となってはわからないし、その問いに答えを出す意味はない。真鍋優はもういない。どうして？約束したでしょ？また会おうって。僕は同意してない。うん、勝手に決めた。私が決めた約束を私が守った。島から出るんじゃなかったの？私だけ元に戻っても意味がないでしょ。だって
私ね、どうしてこの島に来たのかやっと分かったよ。何？七草が七草を捨てたから。七草はいつだって私を置いてっちゃうから。でも私は七草がいないと、今目の前にいる七草じゃなきゃダメなの。七草は私が戻ってこない方がよかった。また会えて嬉しいよ。私にはどうしても許せないことがあるの。どうしてもここに戻ってこなきゃいけなかったの。それは私にとって一番大切なこと。何が許せないの？君と私のことだよ。私たちがそのままじゃうまくやっていけないなんて信じたくない。それじゃまるで今までが幸せじゃなかったみたいだもん。私は現実の私たちが間違ってるって証明する。だからお願い、迷惑じゃなかったら一緒に証明してください。この物語はどうしようもなく彼女に出会った時から始まる。Bye.
ぱりここはいいところだよ。真鍋さん、